こんにちは。5月13日木曜日の IG 証券ランチエクスプレス、キャスターの長谷部真奈美です。アメリカのニューヨークでは4月の消費者物価指数が市場の予想以上に上昇し、高い伸びとなったことでマーケットは大きく動いています。早速マーケット動向を確認してまいりましょう。アメリカの株式市場です。この日発表された4月の消費者物価指数が市場予想を大幅に上回ったことでインフレ懸念が高まりました。これにより主要3指数は軒並み下落。主力ハイテク株の売りによりナスダック総合指数は節目の1万3000ポイントを目指す展開となり、3月下旬の低水準まで急落しました。続いてアメリカの債券市場です。4月の消費者物価指数でアメリカのインフレが加速していることが判明し、これを受けて長期金利は一時 1.7% をつける局面がありました。ニューヨーク原油先物です。アメリカのパイプライン停止が需給逼迫の要因になっていることを受けて、ニューヨーク原油先物価格は4日続伸しています。おしまいにニューヨーク金先物です。米金利の上昇とそれに伴うドル高により、ニューヨーク金は続落して終えました。以上、海外市場の動向をチェックしました。さて、ここからは最新の市場分析をこの方とともにお届けしてまいります。 IG 証券シニア FX ストラテジストの石川純一さんです。石川さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、インフレ加速が進むことにマーケットは注目が高まってますけれども、はい、ここは金利ウォッチャーの石川さんとしてはどのようにご覧になってますか？そうですね、まあ、今回もですね、資料をご用意させていただきましたけど、早速金利からということで、見ていきたいんですが、今日のタイトルがこちらになります。はい、今日のテーマです。交錯するインフレの思惑。そして今日は豪ドルと A ポンドの展望を見てまいりますね。はい、そうですね。早速次のスライドで金利の動向を見ていきましょう。はい、アメリカ長期金利のチャートです。はい、こちらおなじみのチャートで恐縮なんですけれど、ただですね、ちょっと直近ですね、かなり面白い動きがありましたので、その部分にクローズアップさせて、お話しします。はい、まずですね、現在の長期金利3月以降ですね、 1.5% 下限、 1.7% 上限とした、レンジで、上下に右往左往しているという状況になっていますが、注目してほしいのは三角印のところですね。はい、ここ何があったのかと言いますと、先週の雇用統計、さえない雇用統計が発表されました。で、瞬間ですね、 1.5% 下限を割り込んではいるんですが、滞空時間が短く、すぐにそのレンジ内に戻ってるんですよね。すぐ反発しているような動きですね。そうですね。で、その後の展開を見てると、 あえてローソク足で今回ですね、表示したんですが、陽線、陽線、そして大陽線ということで、反発基調をむしろ強めていると。はい、で、結果昨日ですね、インフレが加速しているということで、上限の 1.7% に到達する局面がありました。で、この状況を見ていると、やはりもう金利というのは低下ではなくて、これから緩やかに上昇していく、そんな局面にあるのかなというふうに考えることができますと。そうですよね。じゃあなんで雇用統計が悪かった、確かにインフレは、加速していることは分かりましたけど、雇用統計が良かったのにここまで金利が反発基調を強めているのかというとですね、やっぱりそれは市場が抱くインフレ期待の方に今金利はですね、敏感に反応しているからというふうに考えることができます。なるほど。その点を次のスライドで確認しましょう。はい、こちらアメリカの期待インフレ率のチャートですね。そうですね。だいたいマーケット関係者の方はですね、5年ないしは10年ものを見るんですが、注目してほしいのはですね、4月を挟んでずっと横ばいだったんですよね。5年も10年も。でも4月の下旬以降ですね、5年も10年も同じ上昇トレンドを描いているという展開となっておりますと。はい、で、この4月下旬以降というのは非常に重要なポイントで、それは先週も指摘したんですが、やっぱり資源価格の上昇ですよね。オイルショックならぬウッドショックなんていうですね、ヘッドラインも流れるほどですね、資源価格が今上昇しています。穀物も上昇しています。で、原油価格もですね、上昇中であるということで、そういった資源インフレがやはり最終的にはですね、消費者の価格に転嫁されることによって物価も上がるであろう、要はインフレが上がるであろうと。そうなってくると先々を、意識するですね、市場の方としてはですね、市場の特性としてはですね、5年10年ともに4月下旬以降右肩上がりのラインが描けているというふうに考えることができます。そうですよね。となると、利上げ開始の時期は早まるというふうに市場としては見ているんでしょうか？
本当に気の早い人はそういうふうに思う人もいるかもしれないですね、うんうん、ただFEDの方はですね、やはり2023年末までは今のゼロ金利政策を維持するで、うん、すると表明しておりますし、うんうん、まあ、早期のテーパリング、今は国債とか買っておりますけれど、うん、まあ、その縮小に関してもですね、まだ時期が早いということで、うん、まあ、一周しているといった状況ではあります。ただ市場の方としては、うん、こういった資源インフレを受けまして、まあ、将来やっぱりインフレが加速するんじゃないかという、うん、予想がアメリカの長期金利の反発につながっている。これで非常に重要かなと思います。 なぜ重要なのかと言いますと、市場はこういった思惑なんですけど、 FED は違った思惑なんですよね、うん、ここで思惑が交錯しているということで、次のスライドを確認してみましょう、はい、違った思惑、こちらですね、 FED のシナリオですね、はい、まあ、FED はですね、3、6、9、12、まあ、3ヶ月ごとにですね、最新の経済予測を発表するんですが、まあ、こちらですね、3月の時点の最新の予測となります。で、GDP に関してはですね、確かに今年は 6.5% と急速にですね、経済成長が加速するだろうという予測を立てておりますが、うん、これはですね、やっぱり経済対策、まあ、前代も大規模な経済対策によって、まあ、その結果生じる経済成長であって、22年以降はですね、3.3、そして 2.2 と経済が減速していくだろうといった予測を出してきてるんですよね。じゃあそうなってくると、経済が成長し続けるどころか、むしろ減速するんですが、当然インフレは抑制されておかしくないということで、コア PCE の方を見てみますと、うん、2.0%、まあ、FED はですね、インフレターゲットとしている目安ですね、うん、ここの水準で大体 2.2、そして 2.1% ということで、まあ、インフレの上昇は抑制されてあろうといった予測を出してきております、うん、でも先ほどの期待インフレ率、市場がいた期待インフレ率に関しては上昇基調を描いていると、うん、ここで思惑が交錯していると、はい、ということは今後焦点となってくるのは、うん、どっちの予測が正しいのかといった話になってきますよね、うん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 、当然 FED の方がです、ね、予測が正しければ今の金利の上昇は一時的なものであって、はい、また再びですね、仮に 1.7% の上限を突破してもすぐにまたですね、レンジ内に戻るという展開が考えられますし、市場の方が正しければ、はい、1.7% を超えて節目の 2.0% いってもおかしくない状況になってするということで、で今後はそのFEDと市場の予測どっちが正しいのかといったところをですね、見ていく必要があります、うん、じゃあそうなってくると昨日の消費者物価指数もそうなんですけど、まあ今月のですね、まあ最後の週で発表されるコア PC ですね、うん、こういったインフレ指標に対してはすごい敏感な、うんうん、まあ相場になっていくのかというふうに予想することはできますね。なるほどね、うん、まあ、市場の思惑の方がもし正しかった場合にはね、これまた株式市場にも影響が出てきますし、その場合はもう完全にリスクシナリオですよね。実際今株式市場荒れに荒れておりますけれど、じゃあそれがさらにですね、加速するとなればですね、バリュー株も今売られてるんですよね。で昨日見てみますと、まあ、ヘルスケアの一角かつですね、高配当銘柄、の株に資金が流れている傾向が見られますので、もしかしたら早くも市場はですね、今も景気の回復基調にはあるけれど、そのサイクルだともしかしたらもうですね、後半の方に差し掛かってるんじゃないかという思惑も一部台頭している可能性はありますよね。だからこそそのヘルスケアとかですね、そういったまあ、ノンシクリカル、要は景気敏感株ではない株が、まあ、資金が集まって買われているというふうに考えることもできます。ただまあそれに関してはですね、今後の指標データ次第でまたいろいろ流れは変わってきますので、まだ今はその可能性がある、市場はそのことを意識しつつあるんじゃないかといったですね、まあ、観測が今あるといった、まあ局面にあるのかと思っております。はい、ありがとうございます。では続いて今日の注目通貨のお話ですね。でもその前にですね、はい、こちらのスライドもその前に、はいはい、失礼しました。資源価格なんです。資源価格、そうですね。そうですね、はい、上昇トレンドのコモディティ価格見てまいります、はい、で先ほどですね、FED と市場の予測どっちが正しいのか、じゃあ、その正しさを決める一つの要因としてやっぱりですね、目先はこの上昇トレンドにあるコモディティ、まあ、国際商品市況の価格ですよね、これをウォッチしていくことが重要かなと思っております、うんうんうん、でまずですね、こちら CRB 指数、まあ、コモディティ価格のです、ね、トレンドを示すですね、インデックス CRB 指数を持ってきたんですが、コロナショック前188ポイント手前で、まあ、価格が抑えられてたんですよね。でその後ですね、はい、101.48 ポイントまで急落しました。この時何があったのかというと、例の原油安ショックですね、マイナスにいっちゃったと、信じられないことが起きたと、はい、でそれで、このですね、うん、CRB 指数もですね、101.48 ポイントまで、下がってはいたんですが、その後急速に回復しまして、今207ポイント、208ポイントぐらいまで上がっていると。もう安値から単純計算でも2倍以上上がっているんですよね、それだけ今コモディティ価格に対する上昇力というのは強いと、うん、まあ、実際ですね、
まあ、オイルショックならぬウッドショックなんていうヘッドラインも流れておりますし、まあ、穀物価格も上がっていると、はい、で原油価格もですね、まあ、先週お話ししました通りスマイルカーブを描いて上昇、まあ、上昇中ということでありますので、まあ、小麦価格全般が今の上昇圧力がですね直面している状況になっていると、うん、じゃあそうなってくると次の焦点は233ポイント、チャートの画面左ですね、はい、これ2015年の5月と、うん、で2015年というのはですね例の上海株ショックとかですね人民元切り下げとかあとは原油安ですねこういったものですね、発生した年だったんですがこの時のですね、高値がですねだいたい233ポイントですのでまずはここを突破できるかどうかで突破した場合やっぱり300ポイントですねこちらはですね2014年に到達した数字なんですけど、まあ、今278ポイント、まあ、安値が 101.48ポイントですので300ポイントがまだ遠いだろうというふうに見る方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、この上昇の圧力を見ているともしかしたらそうとも言えないと、うんうんうん、233、300を目指すような展開というのは当然ですそれは市場の方の予測が正しかったといったですね、結果になりかねませんのでとにもかくにも目先はこのコモディティの価格ここが今の上昇の圧力この強さを維持しているのかどうか、うん 維持することがですね、ずっと続くのかどうかといったことをですね、確認することが重要かなと考えております、うん、石川さんはどう思われますか非常に難しいご質問ですね、はい、ただ私の場合はですねやっぱりまだフェットの方がですね正しいかなと思っております、うん、例えば今後ですね大規模な経済対策を打てるかどうかというとやっぱりバイデン政策インフラ投資政策に対しても今後はけんけんがくがくの議論が、あると思いますしあと控えている増税ですよね、うんうん、来年おそらくですね、まあ、増税の話がですね、まあ、ヒートアップすると思うんですけれどやっぱりこういったところはですね今市場ちょっと過小評価しているのかと個人的には考えておりまして、うん、そうなってくるとやっぱりですね来年はフェッドの予測通り、まあ、通りぴったりいくかどうか分かりませんが、うん、今年のやっぱり経済成長はもう本当に異常なスピードで、まあ、加速するだけであって来年以降はですねやっぱり巡航速度とかもしくは、ね、若干減速するような形になるのかなと思いますのでその中でいずれですねやっぱり需要の縮小ということはコモディ価格もどっかで反転してくると反落してくるというふうに、考えております。上昇トレンドのコモディティ価格も見てまいりましたしとなると注目通貨が先週に引き続いてこの通貨ですね、はい、その通りですね、はい、5ドルですね5ドル米ドルのチャートになります、はい、まあ資源価格があれだけ上昇して株式も乱高下するとなればですね、はい、当然ですね、まあ両者のですね、両者との相関関係が高い5ドル相場、はい、特に対米ドルですね、まあ、テクニカル的にちょっと面白い展開になっております、うん、まず注目してもらいたいのはですね青いラインの50日移動平均線、まあ、左から順に三角印がありますけれどサポートサポートサポートということで、まあ、ブレイクしてもサポートラインとして意識される局面が続いております、はい、でその結果ですね、先週お話した 60.80% を超えてですねフィボナッチの 76.4%、0.7897、まあ、0.79 手前まで行きました、うんうん、でも見事に上値が抑えられて株式が乱高下して結局のところ大陰線が昨日次元して再び50日、移動平均線まで戻されているという、はい、本当にですねテクニカル的にかなり面白い局面にあると。でここで重要なことはですね5ドル相場確かに資源価格も重要なんですがこの大陰線を見ているとやっぱり株式の方が重要だよねということなんですよね、はいはい、ということは目先はですねやっぱりこの株式相場が反転するのかそれともさらに続落するのかそれによってこの50日移動平均線の攻防も決まってくるというふうに見ております、うん、ただ目先はですねやっぱりここまで下落すると一度は反転するんじゃないかということで、うん、一旦はこの50日移動平均線でサポートされて、まあ、上値トライといった展開を今は想定しております。なるほど。そして今日はもう一つ注目通貨があるということですね、はい、最後こちら見てまいりましょう。イギリスポンドドルですね。はい、なぜこちらのポンドを持ってきたのかというと、一言で言えば強いんですよね、うん、でその強さはやっぱりワクチンの供給格差に表れていると思います、はい、それはですね年初来の円安でですね、やっぱりワクチンの供給が遅れている日本とですね日本の円と供給が進むイギリスのポンドを比べてみるとかなりですね格差が開いているんですよね、うん、でそういったワクチンの格差が通貨の強弱の格差に表れている。ただそのポンドに関しても目先は 1.42 レベルですね。ここの攻防が焦点になってくると。で下のですね、50日移動平均線の乖離を見てみますと年初からのパターンですとだいたい 2% 上に乖離するとですね反落するパターンが見られておりまして直近の丸で囲った部分も同じ形になっているんですよね。ということは目先ですね金利が上昇するとなると50日移動平均線もしくは、ね、短期サポートラインを再び、まあ、トライする、まあ、その展開も想定されるということで、まあ、ポンドドルもですね5ドルドル同様
ってくれた時に今面白い局面にあるというふうに考えることができます、うん、なるほど。やはりワクチンの供給スピード、そしてアメリカは経済指標、今後も注目ですね。そうですね、はいはい、石川さんの解説でした。 IG 証券ランチエクスプレス、今週もご覧いただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。失礼いたします。